寒っ。やっほーみんなー。あれあれー、テロップ消えちゃったよー。うわ最悪。え、なんかめっちゃ消えんねんけど。テロップ、テロップ出てますか？公演ありがとうです、明日はゼップナンバって書いてますか？書いてないですよね。ありがとうです、明日はゼップナンバ。3度目の正直や。完了。え、できひんねんけど。負けねえ。お、できた。絵文字かな、なんか絵文字が、文字数は一緒やってんけど、あの絵文字が対応外だったのかにゃ。こんばんは、みんなこんばんは。明日も結構前から。お、見つけるね。そうです、明日はついについについにゼップナンバーがやってきました。もうあっという間すぎて、毎日過ぎていくのがちょっとほんまに目まぐるしすぎて、最近何が起こってるか分かんないんですけど、とにかく一日一日を楽しみたいと思います。とりあえず明日はもうゼップナンバーのことしか考えない。11時か、まだ。え、今日はね、たくさん水色の方を見つけれて、強化コールも聞けて、嬉しかったです。本当にありがとう、みんなと目合わしました。でも今日は水色じゃない方も見ました、目合いました、嬉しかったんだ。そう、今日めっちゃ元気でした。ヤヨが宣伝してくれてたの嬉しい。会いたい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 。それな、なんか久々やった、今日やったね。そうです、弥生のナンバです。会いたい会いたいって、たくさん目あったね。キュピコールありがとう、嬉しいです。めっちゃ聞こえた、聞こえましたがな、嬉しかったですわ。なんかこの横毛を切りたいねんけどさ、ちょっと伸びすぎてめんどくさいねんな。今日ウィンクしたハート100個ありがとう。どこでも見つけますよ。今日は30分だけにしようかな、明日のこともあるので。今日はね、いいパックも使う日やし、なんか化粧水とか、目元クリームっていうのもね、試供品ですけど、いいやつ持ってきたから、それを使って、もう明日はバッチリバッチリ、もうお目目パッチリ、もうキュルルンキュッピーでライブ楽しみたいので、早く寝たいんですけど、ちょっとどうしようかな、ちょっといろいろやりたいことが多すぎて、これは寝るべきなのか、ちょっとやるべきなのか、ほんまに悩んでいる。明日は、とりあえず明日のことを考えればいいよな。一日一日。きょうちゃん見てきたよって、あ、そうだ、今から、レオタン見に行くって言ってたの。ね、水色降ってなかった、見たぞ見たぞでも途中から降ってた。え、そう、今日ね、めっちゃ楽しかったんです。いつも楽しいんですけど、もちろんね、でもなんか今日はね、いつも以上になんか楽しかったんだ。なんかね、すごいテンション高かった、テンション高かった、めっちゃ元気でした、朝やのに。
1時なんてさ正直寝れるくない、寝てるくない、そんなことないですか。だけどなんかめっちゃ元気で、え、アーカイブ見たい、なんかねめっちゃ見たいところがあった。え、てかね今日ね歌が上手になったって褒めてもらえたんです、嬉しい。だからちょっと聞きたい上手に歌いとったかなと思って。うわ、ちいかわランドいいな。明日の朝か、いや当日はさすがにコンサートのことしか考えたくないな。相づちの人そう、ちゃんと今日パックして寝るから。え、でも5時間は寝たいねんな。お、じゃあ結構いけるな、これ有効活用してほんまに無駄がないように今日は過ごします。とりあえずコンサートは絶対大丈夫、たくさんリハしたし。今日も幸せ、ありがとう、いっぱい見えたよ、楽しかったよ。寝起きよな、ほんまに。え、ちょっとね今日めっちゃ汗がいてん、なんかミーヤっていくら最強の前髪でもなんか崩れちゃうね。あ、無理な、まあ無理なんやなって思ってたんやけど、なんか今日めっちゃ汗がいたのに耐えてました。6本持ってきます、素晴らしい、レインボースターありがとう。かわいいでちょう。赤マスク外してもいいんじゃないか。キャピコだよね、いっぱい見たよ、楽しかったよ。ヤコバ気をつけてね。追いついた。今日名古屋駅めっちゃ人多かった、すごかった。ちょっとほんまに歩かれへんぐらい人多くてさ、ユニバかと思った。明日の髪型やっぱ安定に両耳かけのストレートっしょピーンと踊ってる姿見えるのが一番幸せ。おー嬉しい、たくさん見に来てね。明日行けない人に慰めの言葉、明日会えなくてもまたすぐに会えるよね、会いたいよね。マスクね、もう今日かも全然つけんてない、しんどいもん、メイク崩れるし。もう劇場もちょっとずつみんなのお顔が見えるようになってきて嬉しいです。たくさん笑顔見せてください。うん、そう、ウインクした、見えた、ちょっと今日頑張ってみた、可愛いでしょう。夜公演で待ってますね。癖がなくて正確なダンス、え、嬉しい、ありがとう。え、いいなー、ゆっちゃん縁日ね、明日ありますよね、ずーちゃんとゆりちゃんのやってるやつ。結局キャリーにしてないんだ、邪魔やと思って。ほんまに荷物少なくて意外といらなかったんだ、可愛いでしょ、ギュンってなった。やった、じゃあ明日もいっぱいウィンクしようっと。泣いてないんかい、明日楽しもうね。そう、マスクなしだと笑顔が見えるので嬉しいです。いや大阪で多分何も食べられへんなこれ悲しい。まあ別にいいけど、思い出以上良かったでしょ思い出以上大好き、一番大好き。わあ、思い出以上だけはアーカイブ見たいな。ほら見て、これキモくない、なんか切りたいねんな、どうしよう、切
切ろうかな。うわー、午後一食べたい。え、カムクラ食べたい。無理、カムクラ食べたい。え、カムクラはマジで名古屋にも店舗作るべきだと思います、本気で。なんかもう記憶が通い詰めるし、支えるから、支えますから、私がカムクラマジで大好き、食べたい。シャンシャン美味しいたこ焼き食べたい、案内します、一緒に行きましょう。どこですかシャンシャン、シャンシャンどこですか、反対側から。そう、でもね、最近みんなちゃんと京河のこと見てくれてるから、反対側から急に見ても目があったりします。偉いぞみんな。大音量で配信流しながら歩いてます。ヤッホー、みんな聞いてる？おかえりなさい。そう、反対からでもどこでもいつでも見てますから、きょうちゃんからは目を離さない方がいいです、これだけは言ってきます。ほんまに今日か、美味しくて安いたこ焼き知ってるから案内したい。そこでいつもタピオカ飲んでたこ焼き食べるっていう、こういつも知ってました。幸せだな、丸いものばっか食べてたよ。久々にキョッピーに会えて嬉しかったよ。今日もいっぱい会いに来てね。反対側でも気抜けないです、目合わなかったら見ますと。じー、お仕事頑張って、今日か大阪全力で楽しみます。楽しみ、大阪ゼップナンバーマジで久々楽しみだよ。え、そう、兵庫県出身と奈良県出身はちょっと入れてもらえなくて、ションションしてた2人で、ション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 大阪で飲んだ方がいいタピオカ、Q&D か T18 はマジで美味しいけど、 Q&D は空いてない率と空いてる時間が短すぎるから気をつけてください。T18 やったらいけると思う、大阪駅にあります。めっちゃ分かりにくいから気をつけて、絶対分からへんから、多分絶対分からへんと思う絶対、あれ初見で行けたら天才やと思う、場所変わったし。 T18 ってところが美味しいです。もう Q&D も美味しい、ラブありがとう。それな、なんか今大阪にいるっていうのがなんか不思議な感覚。水色いっぱい降って見つけるから、ほんまにめっちゃ水色降って京花の名前たくさん呼んでほしいです。よそ見した後京ちゃん見たらこっち見てるから結構ホラーじゃない、見てますから。そう、ゆきさんがいないんです、明日一緒に出たかった。いやマジでむずい、駅マルシェにあんねんけど、あれ分かったらマジで天才やと思う、結構本気で。サイリームありがとう、近鉄で行くん大好き、今日か近鉄気をつけてくるんですよ、寝過ごさないように。マイク、サイリームありがとう。たこ焼き食べれるかな、もう結構最近食べた、今日か作ったたこ焼き。いやほんまに発声練習してみんな、きょうちゃんは甘えん坊です、にゃん。レインボーシチューありがとう。
朝7時？早っ。7、8、9、早っ。何するの？ TIT のね、鉄管のめっちゃ美味しい。東京がいつもミルクフォーム入れてた。職場から強化コール届けるね。言ったで、言ったで、それ言ったでじゃあしっかり強化コールして、しっかり難波まで届けてください。難波ってやばくない？めっちゃ楽しみ。ちょっと早く行きたいな。まだまだかちょっとまだかなと思っちゃった。え、マスク後20日ウィーヤー。そっか、そうなん？ 1 ヶ月前ってまだマスクしてたっけ？初やったんや。声大きかった。あのアンコールの声が大きくて、喉大丈夫かちょっと心配になってめっちゃ急いでた7月15日からか。あ、じゃあ前回のウィーヤーはマスクありやったんか。喉痛いならナチグルアメを食べるといいです。知ってますか、ナチグルアメって？今日から知らなかったです。難波の地下街マジで難しいから気をつけて。ゼップ難波とか多分めちゃめちゃ難しいと思う。難波駅からも離れてるし、結構歩かないとあかんから、暑いし気をつけて。多分大黒町とかの方が近いんじゃない？気をつけてね、みんな。マジで暑いから外周りの人足でリズム取るタイプ、めっちゃおもろめっちゃおもろ座席揺れてたんや、めっちゃおもろいね。ちょっと想像したら笑っちゃった。ジュン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 って感じ、めっちゃおもろいやん。無事すの見まちょ。地元の人に案内してもらうのが一番だ。ナンバーで待っててね。うん、恵比寿町、あ、大黒町が一番近いってことか。だってゼップナンバー行ったことあるもん。今日かマジで久しぶり。思い出以上良かったですか？嬉しいな。何階の難波駅のビル通り抜ければ、あ、そう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 、通り抜けたらいい。なんか難波シティやったっけ、なんかいっぱい服屋さんとかある。ああとね、こことかがある。あれ、こことかってでも別にどこにでもあんねんな。多分名古屋にもある気がするけど、こことかっていうタピオカ屋さんがあって、京花はキッズ時代そこの L サイズをマジで毎日のように飲んでた。マジで今考えるとやばいから、ほんまにもうこんぐらいでかい、顔とかよりも全然長い。こんなタピオカ飲んでた。今じゃ多分無理です。曲終わっても余韻でずっと揺れてる気分めっちゃおもろいやん難波の地下街絶対分かりにくいよ。難波パークスや、それだそれだ。明日大阪で待ってるね。なんか言おうとしたけど忘れた。あ、そう、あのゼップナンバーの近くにめっちゃ可愛いカフェがあります。なんかピザ屋さんもめっちゃ可愛いから、暑かったらそこ行きなんかね、めっちゃ可愛いカフェがあります。それだけです。
あ、ヤマダ電機あるような近くに。こことか行って L サイズ。ほんまに飲んでみて。一回飲んでみて。結婚して。えで。恥ずかしいのでマスク外せません。お顔見せてよ。おいおいおい。かわいいお顔見せなさいよ。おいおいおい。ハート100個ありがとう。サイリンもありがとう。明日ってさ、何曜日ですか？日曜日ですか？ココナッツありがとう。確かに名古屋よりむずそう、大阪の地下鉄の方が。なんか細かい電車がめっちゃ多くない？なんか。うん。名古屋よりもなんか電車多くない？日曜。ってことは、何曜日ですか？難しい質問です。 サンデー、あ、そういうことね。あ、日曜日やからサンデーってことね。あーね。あーね。漢字むずい。わかる。わかるかも。漢字むずい。日曜日はサンデーです。ファイト、ありがとう。あ、そう、明日日曜日で、しかもお盆で夏休みやから、多分めっちゃ人多いと思うから気をつけてください。多分暑すぎて一回カフェで休憩しようって思っても、カフェ自体が混みすぎて入れないなんてことがとても起こるので、本当に気をつけて、熱中症にならないように。何かあったら涼しい建物に入るんですよ。お水飲んで。わかりましたか？タピオカ飲んで。タピオカ飲んで報告するね。待ってるよ。明日のナンバーはシンプルに人めっちゃ多そう。大変だね。気をつけて来てください。アメ村の古着屋、いいですね。19の瓶は今日買いないよ。そうなんですよ。ラブ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 、ありがとう。うわ、渋谷やばそう。やばそう人。ここそか集合。結構わかりやすいと思う。外にあるから。通天閣激混み。通天閣に人が来てるってこと？タコチューありがとう。ねえ、今日がベイサイドは行ったことないねんな。ナンバーはインバウンド多いから混んでます。インバウンドって何なんだい？外国人の方めちゃめちゃ増えた。なんか観光客の方がめっちゃ増えてて、なんかね、日本人より観光客の人の方が多いんじゃないかって思うぐらい多かった時があったです。ここがキュプタンズの集合場所。じゃあそこ行ったらみんなおるってこと？ L サイズ持ってるってことかい？パネルのきょうちゃんとこでハート作って写真撮った。かわちー。
多すぎたけど人多くて、わ、多そう。ね、ユニバの近くの、なんか前ね、見たことある。うん、見たことあります。でも行ったことない。そうです、そうです、楽しみ。ナンバテンション上がる。なんかもうナンバにいるってだけでテンション上がる。今日の名古屋暑かった。暑かったよな、多分。あんま外いないから分からんかったけど、多分暑かったと思います。6本持って楽しみにして待ちゅ。ハチワレの扇風機、え、いいの？ハチワレ大好きやん。ね、なんかさ、ZIP ナンバーまでさ、まだまだやとずっと思ってて、あー、なんかまだまだやなと思ってたら、急に明日？もうあと30分したら今日やん。もう怖い、もう早すぎる。明日も明後日も明後日もノンストップで走り続けます。台風嫌だ。来るんですかね、結局。耐えてる？まだ。15日が危ないって聞いてんけど。うわ、チーカブなんか芋虫食べてたな。めっちゃ怖かってんけど。ちょっと引いちゃった、あんなに可愛いのに。そう、だからナンバー明日終わっても、で、あの札幌まだまだやと思っててもきっとすぐに来るから、もうすぐにその準備を始めないといけませんね。気をつけます。明日大阪大丈夫なんや。火曜日に逆に名古屋に来るみたいなじゃなかったっけ。こことかはね、黒糖が美味しいです。台風気をつけます。どうして気をつけたらいい、これって。地下に潜ればいいの、台風の時って。どうしたらいいんですか。結構どうしたらいいのか分かんないです。北海道の野菜絶対おいしいやろ。だから何でもおいしいと、野菜もおいしいし、魚類もおいしい。火曜日に近畿を横断する。近畿ってことは名古屋は関係ないの？え、絶対 L サイズはやめとき。本気でやめといた方がいい。本気ででかいから。 M サイズ修行が足りてないから、やっぱあの時の教科はちょっとやっぱやばかったから、ちょっと普通ではなかったから、なんか当たり前にそれを飲んでたけど、でもやっぱみんなはまだ修行が足りてないから、 L サイズはやめといた方がいいと思います。でかすぎる。普通の M サイズにしなさい。許可は修行積んでたから、あの時代毎日もう意味わからんぐらいタピオカ飲んでたから、余裕で飲んでた。また飲みたいな、 L サイズ。え、ちょっと風強いの本気で嫌なんやけど、今日が。ちょっと風強いのマジで嫌。だってさ、なんか日傘はさ、飛ばされちゃうねん、いつも。ひっくり返っちゃう。だから壊れたら嫌やからさ、困るんだよ。ファイト、ありがとう。ゴンチャ、ポイントカード止まりそう。素晴らしい。こんばんは。京ちゃんの修行経験したい。毎日タピオカをたくさん飲む。とりあえずとにかくたくさん飲む。
そうだな、もう30分になりましたね。どうしようかな。明日のことしたり。まあ、11時半。結構、取り返しつく、これは。8、3。今日はこれからの行動はテキパキと動きます。無駄な時間を過ごさないように、時間を大切に。わ、でもアーカイブ見たい。でも早く寝た方がいいっていうのはちょっと思っている。 A 列、やや神って A 列って1列目ってこと？で、今日がほんまに毎日タピオカ、毎日じゃないけど多い時はね、タピオカ1日3杯飲んでたから、これぐらいの修行積んでから L サイズに挑戦してください。そう、とりあえず明日は楽しみます。きょうちゃんのこと思い浮かべながら毎日タピオカ飲みます。素晴らしい、毎日やで。野ならの黒糖飲みたい衝動に駆られて、うわいいな。野ならの黒糖はね、結構ガチで一番美味しいと思ってる。黒糖界の中で野ならの黒糖は結構レベチで美味しい。原宿ってあれじゃない、猫のなんかの建物の2階にあるやつじゃん。結構あれね、行ったことある。大阪とかにまだできてなかった時にどうしても飲みたくて行った。あれほんまに美味しかった。なんなんだい L サイズ一回挑戦してみてもいいじゃん。野なら名古屋にもある、行ったことある。野ならはマジで美味しい。なんかね、いちごもあって、いちご飲んだ気がする、最後に行った時。そのね、いちごがめっちゃ美味しかった。まずタピオカがめっちゃ美味しいから、野ならは本気でおすすめ。黒糖美味しいし、ミルクティーも美味しいし、だけどね、まだ抹茶とか飲めてないねんな。もっといろんな味飲みたい。行列？え？そうなん？原宿駅の様子全然分からへん。え、でもなんかさ、めっちゃ生まれ変わってなかった？原宿って多分。なんかびっくりした、なんかね、ラフォーレ多分それだ、知らんけど知らんけど、2階にあった、だからきっとそれやと思う。でもね、多分最近今日かあんまタピオカ飲めてなくて、正直今日かよりみんなの方が飲んでる説はあります。みんないつもなんか今日ピカツって乗せてくれてるの見て、あ、今日か、今日飲んでないないつも思ってるから、逆キョピカツになってしまっているので、私もしっかりタピオカ飲んで気分上げてきます。やっぱね、タピオカ飲んでないと気分っていうか、なんか調子乗らないんですよ。だからしっかりタピオカ摂取して毎日元気に過ごします。タピオカパワーチャージした方がいい気もしてる。365日、どれぐらい飲んでんやろ。200日ぐらいじゃない、それ言い過ぎ。わ、でも最近なんかほんまにそこまで飲めてない自分がいる。飲む機会がないねんな、まず普通に。白のタピオカ、ココナッツミルクに入ってる系のやつかな。白いタピオカ食べたことないねんけど。
黒しか食べたことないんだ。なんかタピオカご褒美として全て終わった時に飲むべきか、気合い入れるためとしてなんか大事な日の前に飲むか、結構悩みどころ。お店によってタピオカの味も全然違うし、なんか柔らかさとかも全然違うし、甘さも全然違う。全然違う。奥が深いんですよタピオカって。じゃあもう今日か、今日はやめます。はい、13位男の子、12位アンズ、11位ツインテール、10位ラスカル、9位女の子、8位キョッピー、ん7位ウサギ、6位キョッピー、5位猫マカロン、4位ラスカル、3位猫、2位社交ダンス、1位キョッピー。ありがとうございました。明日はついにゼップナンバー、この日がやってきました。最高に楽しい時間を過ごしましょう。爆笑配信ありがとう。爆笑した爆笑してくれたならよかった。じゃあ今日も本当にお疲れ様でした。いろいろやって寝ます。今日は早く寝れるように努めますので応援してください。明日来る人いますか？明日来る人いますか？どこにいるか聞いても多分何人も覚えれないので、行って秒で見つけるので、全力で水色を振っててください。まあでも行くよってみんな言ってくれてるので頑張ります。じゃあ秒で見つけるのでサイリウムしっかり振って、しっかり振って名前読んでください。じゃあ頑張りまーす。みんなバイバーイ。おやすみ。おやすみは？みんなおやすみは？みんなおやすみは？おやすみ。じゃあねー。切ります。せーの。